こちらはアーノルド。彼は今ヨーロッパの古い教会を観光しています。なんだか不気味な場所だね。おや、停電かな。ふーん、アーノルド、余計なことはするなよ。なんかヤバそうだね。逃げよう。なんてこった。どうやら13世紀に飛ばされてしまったようだ。しかも宗教裁判の真っ最中。まあせっかくだから楽しみなよ。宗教裁判の目的は異端者を捕まえることだ。あらら、彼は関係ないよ。はっはあ、彼らはスマホを黒魔術の道具だと勘違いしたんだ。まあこの時代じゃ無理もないか。ガリレオは地球が太陽の周りを回っていることを証明したんだけど、それはカトリックの教えとは完全に矛盾していたんだ。アーノルド、運が悪かったね。この当時、赤い髪の毛は悪魔と関係があると信じられていたんだ。最初は簡単な質問みたいだから、とりあえず椅子に座ったら。あ、おや、ごめん。これ拷問用の椅子だったみたいだ。ほとんどの自白は拷問の結果だったんだ。アーノルド、異端であることを捨てるんだ。宗教裁判では様々な異教徒が黒魔術と関係があると誤解されたんだ。そして彼らをカトリックに改宗させようとしたんだ。ほら、もうカトリックに改宗しちゃいなよ。そしたら自由だよ。実際に異端審問で改宗した人は解放されたんだ。おやおや、またかい。どうやら密告されたみたいだね。気に入らない相手を始末するために異端だと密告することはよくあることだったんだ。おや、今度の拷問は本格的だな。これはスペインの長靴、これは異端者のフォーク、これはユダのゆりかごだ。早めに自白した方がいいよ。これで君はネクロマンサーであり魔法使いでノームだと認めたことになるんだ。よかったね、もう拷問はされないよ。異端審問では処刑されるわけじゃないからね。自白すると地域の裁判所に連れて行かれるんだ。落ち着けよ、火炙りなんてならないよ。ギロチンでスパッと切られるから。おお、ライターの火のことをファイアーボールの魔法だと思って、君のことをみんなが怖がってるよ。当時のカトリックは荒っぽいよね。それにしても、